1989年5月、北京は建国以来空前の民主化運動に揺れていた。デモには学生たちに加えて人民日報の記者や公務員も参加。その数は連日10万人を超えた。北京市の中心天安門広場は全国から集まった数十万の人々で埋め尽くされた。広場は民主化運動のシンボルとなった。群衆を前に演説する北京師範大学学生ウアルカイ氏、同じくサイレン。だが民主化運動の高まりは政府当局を強く刺激した。5月2日、政府当局は北京市内に戒厳令を布告。民主化運動を反政府暴乱と呼び、厳しく取り締まる決意を示した。しかしその後、武力行使はなく、事態は小康状態に入ったかに見えた。だが、2週間後の6月4日未明、戒厳軍が大通り長安街から天安門広場に向けて進撃を開始。市民との衝突が発生。私の周りを囲む市民の中から怪我人が出ました。腹を打ち抜かれた学生もいます。午前2時半過ぎ、戒厳軍は天安門広場の入り口に到達。周辺にいた報道陣を追い出した上、ビデオテープやフィルムを没収、広場を完全に封鎖した。そして午前4時半、広場の学生たちを包囲した戒厳軍は、学生たちが立てこもる広場内部に装甲車を先頭に進み始めた。午前5時半、戒厳軍は天安門広場の閉廷を宣言した。午前2時半から午前5時半までの3時間、天安門広場で一体何があったのか。我是柴林，现在有一些同学，他们对这个政府、对这支军队还抱有希望，他们以为顶多是军队把大家强行的架走，他们太疲劳了，还在帐篷里酣睡的时候，坦克已经把他们碾成了肉饼。天安门广场那天晚上死的人，至少数以千计，可以这么说。整个这次血腥镇压之中，北京我想用数以万计来说也丝毫不过分。我想这是比较保守的估计。他们放火烧火。但中国当局はこうした学生側の主張を真っ向から否定した。国営テレビは天安門広場閉廷の真相と名付けた特集番組を連日放送し、学生リーダーの証言を悪意に満ちた捏造と非難した。我戒严部队在天安门广场执行清场任务的过程中，绝对没有打死一个学生和青年，也没有压死压伤一个人，根本没有发生过什么流血事件。あの夜、天安門広場で虐殺はあったのかなかったのか、その真相は今まで全くの謎に包まれていた。